はい、こんばんは、トーマツグキです。今、宜野湾市にありますあのコンベンションセンターの近くにいるんですけど、今、はい、あのちょっとトヨタのフェスティバルがあるみたいなので、そっちになんか行ってみようかなと思ってますね。ではいただきます。うん。うまいです。うん。うまいですね。うん。これもいただきましょうね。マンゴーも美味しいです。ありがとうございました。さあさあ、ではこの時間はですね、マイクをフロアに移しまして、はい、トヨタプリティから見どころを紹介していただきたいと思います。ではトヨタプリティの小城花子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、それではただいまから中央に展示されていますトヨタの、はい、てなわけで今
トヨタのねフェスティバル祭りに行ってきたんですけど、はい、試乗はできなかったんですけどね、ちょっと時間がなかったのでちょっと、ね、まあ、一応試乗は一応ずいぶん前、この祭りずいぶん数年前ぐらいにも行ったことがあって、はい、そちらでねは試乗したんですよね、はい、そしてその時はね AKB48 の、 チームなんとかっていう子たちもね、チーム8だったかな、その子たちもね来てたんですよねライブやってたんですよね、はい、一応その時にも来たの方がやっぱ楽しかったかなっていうのがありますねはい、まあね、トヨタの車結構ね、昔の車のやつもありましたし、新車もありましたし、なんかまあ良かったでありますね、はい、てなわけでもう今日はもうこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。チャンネル登録はこちらです。ぜひご登録よろしくお願いしますね。